入ってなかった。ございます。朝日が綺麗だとネットに書いてあったので、夜が明ける前に朝日を見ようと海岸に向かってます。まだ月が出てますね。放射線状になってるよ。あ、朝日新聞の旗みたいになる。海もちょっと赤くなってきた。すごい、これはすごいぞ。太陽が出てきた。Thank you. Bye-bye.食べるのも大変な感じがします。
オムライスになってるね。固めな。入ってなかった。手羽先のところがまた美味しかったです。百貨店の方を歩いて、百貨店の方歩いて多いか。お茶をいただきました。冷たそうな美味しそうなんです。美味しかったです。ごちそうさまでした。揚げ鶏を食べるので、でお手拭きが紙のようなのしかないので、今日私たちも忘れちゃったんですが、濡れティッシュがあった方がいいです。醤油です。ああ、醤油。なんか味が薄いって聞いてて、あ、かけないといけないのかなと思ったけれども、鶏が結構味がついてて、私はかけなくても美味しかったです。スープも美味しいです。わかめスープ頼むって言われたけど頼まなくて、この付け添えのスープで十分でした。この後ショッピングセンターに行ってみたいと思います。鳥がいっぱい上がってます。まで歩いて14分ぐらいだったので、ちょっとローカルのところを今歩いてます。ちょうど1階にあって、この上がスーパーになってます。リュックが開かないように今チェックを受けてます。止められました。今からちょっといろいろ見ていきたいと思います。すごい南国のフルーツ山盛り。ここで離れてもらいました。マンゴー2万ドンで120円。なんか美味しそうなデザートとパン。寿司コーナーで、スーパーの中にちょっとしたフードコートがありました。ちょっと喉が渇いたのでここでお茶したいと思います。食材を選んで測って食べれるみたいで、ここは鍋もできるみたいで99。鍋セットも食べれるみたいです。鍋やってあります。2万8000丼と2万5000丼で、ここも2万丼くらい、120円でこの1パック食べれます。ここはジュースとフルーツを売っていて、1カップ1万2000丼で、すごいたくさん3種類も入ってます。フルーツとマンゴージュース買ってきました。買ったらこのシールをつけてくれます。甘いメロンです。美味しそうだったのでパン売り場で菓子パン買ってきました。18,000ドン。フードコートのレジのところで払うとシールを貼ってくれて、このなんか店内で食べれるようになってます。ました。
豆とグリルミートロールを注文。皆さんはタイガービール。こちらコーラにしました。はい。じゃあ乾杯。しました。店員さんに包み方を教えてもらってます。あ、2枚もするんだ。あ、この中に入れるみたいな。巻くんだね。あー、OK。 あ、たっぷりつけたらいいんじゃない。うん、うまい。私もこれ先食べてる。これ美味しい。香ばしいお肉が美味しい。ソーセージだね、ソーセージ。美味しいソーセージ。で、こうなんか開いて、キュウリとこれを置いて、野菜をぐるぐるぐるつけていただきます。ぐるぐるだけやから、これ残してる。美味しいね。なんかごま味か。うん、ごまっぽいね。うん、うん、美味しい。これとはもう乾いてるけどさ、全然食べれるね。ソースで味変。うん、美味しい。うん。ここから歩いてドラゴン橋でファイヤーを見たいと思います。歩いてる途中にアイス屋さんがありました。ミーシュがトッピングアイスを注文しました。これベストセラーだそうです。タピオカが乗ってる。うん、ね、うん、うまい。さあ、ドラゴン橋に行きましょう。金、土、日にショーがあります。
は水になる予定ですが、風向きによってはこっちに来そうな感じです。私たちはここが落ち着いてから動こうと思います。お兄さんから買いました。 Thank you。カモン買いたいと思っていたのでよかったです。なんか、なんとかマーケットにやってきました。ドラゴン橋からすぐ近いマーケットです。バッグ多いね。なるでしょ。なるほど。出ない。じゃあそのまま先。なんかこっち側からまたこの先までつながってかなり広いマーケットです。あ、なんか絵を描いて。マッサージの